曇り空の下、阪神レース場芝 2000URA ファイナルズ決勝、16人の馬娘たちが挑みます。3番人気にはマヤのトップガン、2番人気を紹介しましょう。東海帝王威風堂々とスタートを待つのはこの馬娘、二冠ウマ娘ウイニングチケット1番人気です。私が一番期待しているウマ娘、気合い入れてほしいですね。ゲートイン完了、出走の準備が整いました。さあゲートが開いた。各ウマ娘揃って綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。期待通りの結果を出せるか。1番人気ウイニングチケット、ミホノブルボン、快調に飛ばしていきます。さあ花に立ったのはミホノブルボン、このままリードすることができるか。先頭から大きく離されて2番手は待機者か。第1コーナー回って第2コーナー、先頭はミホノブルボン、単身で飛ばしていきます。2番手の位置で先頭を伺うのはオグリーキャップ、待機者か。並んでくる少し離れて1番、外マヤのトップガン、内から内から東海帝王、そしてその外から行ったのは6番、その外並んでハッピーミーク、そして外目をつきましては12番、ウイニングチケット、この位置につけています。第2コーナーを抜け向こう上面に入った。中盤が1つにまとまって混戦状態です。お互いに牽制し合っているようですね。順位を振り返っていきます。ミホノブルボン、まだリードをキープしています。続きましたオグリーキャップ、さらにはハイキシャカ、1番、4番手外目をついて6番、すぐに続いてマヤのトップガン、さらには東海帝王、外目をついてハッピーミーク、その外並んでウイニングチケット、少し離れて12番、少し後ろからタマモクロス、外から外から13番、内をついて9番、外には8番、まもなく第4コーナーカーブ、ウマ娘たちがどう動くか目が離せません。じりじり詰める待機シャトル、待機シャトル、ここで抜け出した。この直線で勝負が決まるぞ。ウイニングチケット、そこで足を貯めています。ウイニングチケット、前を狙っているぞ。さあ最終コーナーを曲がって最後の直線コースに入った。外からウイニングチケット、驚異的な末脚、ウイニングチケット、並んできたウイニングチケット、完全に抜け出した。200を通過、2番手争いはオグリキャップ、待機シャトル、ウイニングチケット、足を衰える、ウイニングチケット、1着でゴールイン。実力を遺憾なく発揮しレースを制した。ウイニングチケット、 URA ファイナルズ決勝を制しました。今ここに優秀たちの頂点が誕生です。2着オグリキャップ、3着に入ったのは待機シャトル。